グレー、テル世間ではライバルと見られているが、想像する以上に仲がいいミュージシャン明かす。ロックバンド、グレーのテル、53、が3日放送の日本テレビ系、おしゃれクリップ、日曜後10、0、に VTR 出演し、世間ではライバルと思われているが、皆さんが想像する以上に仲がいいミュージシャンを明かした。写真、想像する以上に仲がいいミュージシャンはこの人。 この日の番組のゲストはロックバンド、ラルクアンシエルのハイド55。テルはラルクアンシエルについて敵対しているみたいなイメージがずっとあったんですけど、最初はタクロウからハイド君と一緒にご飯食べるからどうって、2002年とか3年くらいに初めてご飯食べてすごく気があって皆さんが想像する以上に仲がいいんですと明かした。その後、一緒にカラオケに行ったり、 ハイドのイベントでテルが、ラルク・アンシエル、の、ハニー、ハイドが、グレー、の、誘惑を歌い、ファンを喜ばせたことも。テルは、僕らから見ると、本当に憧れの存在。当時93年とかに大宮のライブハウスで対バンしているんですよ。インディーズ、でラルクはガンガン出ていたんで。僕らは函館から出て間もない頃だったので、ラルク・アンシエルのライブめっちゃくちゃいいから、 勉強する意味で袖で見てろって言われましたね。いつか絶対同じステージに立ちたいという思いで、負けたくないという気持ちはありましたねと語った。ハイドもめっちゃくちゃ楽しいですよ。あの人たちと飲むと、話し顔に楽しいです。大好きでと明かしていた。